はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、エンジンオイルの交換だったりの、メンテナンスの方でお客様の方がねご来店いただきまして、こちらね YouTube の方を見ててくださるお客様の方でね、宮城県の方よりねうちの方までオイル交換で来ていただきました。ありがとうございます。うちのピースのステッカーも貼っていただいておりますありがとうございます。今ねエンジンオイルの、オイルフィルターも一緒に交換されるということでね、今健一が何かをお願いされたんだね、何かを今やってます。うちのねバスタオルとかもこんな感じ、あちょっともう勝手に開けちゃってあれなんですけど、ピースであのバスタオルとかもねあるんですけども、そんなのもね使ってくださってますね。ありがとうございますゼスト ありがとうございますいいよね、ここからのん、ね、この車 20? あ、リッター20乗れてるそうですね。めちゃめちゃ140キロぐらい走ってきた。やっぱりホンダ系のエンジン、あのライフもそうなんですけど、このゼスト、まあ、同じエンジンなんでね、燃費もめちゃめちゃいいんでね。あ、そうですね、これターボですもんね、これね。仙台から熊本君だったら22歳いると思うよ。ね、びっくりした燃費もそうですね、本当にかなりの高燃費な車なんでいやいやいやねえ、ゼスト私でもね、うん、私でもあの、まあ、いろいろやってるからターボもうたまには来ますね。うん、あのあれね、あ今のそこに入ってるやつはあれノンターボかな、うん、前一回ね、R1 のターボ半年くらい前かな、一回うちで販売してるのがありましたね。やっぱり同じぐらいね、30万円台。そうです、あの時で車代が19万で確か販売したのがあって、うん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 、この車も買わねえけどこの R1 もねどのぐらいになるか、まあそんなにそこそのぐらいかな、多分ね。かなり人気あるんだよね。そうですね、R1 は。特にターボはね。ゲート付きのやつだからみんな嬉しがってくるんだよ。そうなんですね。そのエンジンはオイルオイルかな。ねえ、まあ、一応こんな感じで、せっかくご来店いただいたんで、撮らせていただきました。あ、今日そうなんです、今日ね本日千葉の方からねご来店いただいて1台ご制約いただいたのありました ね、 いやびっくりしました、あのありがとうございます本当にありがたいですね、本当にびっくりしました、ありがとうございます。銀の盾も近いよ社長頑張りますのでぜひぜひ今後ともお願いいたします。銀の盾なのまあ、今せっかくなんであの千葉県の方よりねご来店いただいた車の方まで今ちょっと今動きますね。ですね、そう今、千葉県の方よりねご来店いただいて今日ご制約いただいたっていうライフがね、昨日動画の方にあの撮ってたライフで20年式のライフですね、グートがカーセンサーの方にも載せる前にご契約の方頂戴いたしましたね、ありがとうございます、本当にあのありがとうございます。動画の方ねあの全部見てるよっていう、ね、またあの言っていただきましたね、本当にあの、ね、最近本当に のありがたいですよ、あのね千葉とか本当3時ん朝5時半くらい出てきたっつったかな、ありがたいよ、そんなやってねうちのとこまでね来ていただいて、ね、だから悪いものやっぱりね出さないように日々、できる限りのことはねやらなきゃなと、感じております。こちらの、ライフもこれもねタイミングベルトの交換うちの方で、なんだこれはね
ベルトの交換をして、ヘッドカバーパッキンの交換もか、あとファンベルトと、タイミングベルトのテンショナーとファンベルト部分のテンショナーの交換もしますね、うん、一通りメンテナンスかけて、納車の段取りになります。今回、免許を取り立ての、娘さんにってことだったのかな、うん、娘さん用の車を探してたってことでね、本当にありがたいですよ、ね、4時間とかね5時間くらいかけてわざわざねうちの方まで来ていただいてね、またあの動画の方もね、このライフも、タイミングベルトの交換はまだ終わっていなかったんで、車検だけは通したんですけども、ちょっとうちの方でね、ちょっと時間の都合上とりあえず車検だけ通してきて、で今から整備をかけるところだったんですね、まあ、整備というかタイミングベルトの交換か、エンジンオイルとかの交換はもう全部終わってはいたんですけども、あのパーツの手配がちょっと落ち着かなくてねとりあえず、エンジンオイルとかすぐにできるやつだけはあの交換しちゃって、車検を通してでパーツの手配をしてたところでしたね。これも一応ね、あのせっかく YouTube の方からねご契約いただいた車なんで、あの整備動画の方また撮っていきますので、今週中くらいには、金曜日までぐらいにはね、今週っていうか来週か、金曜日ぐらいまでの中でね、整備動画の方撮っていきますので、せっかくなんでね、あの試運転動画の方も撮っていこうかな。一応そんな感じで、もう少々お待ちください。あとはね、あとは、これがこの間、動画の方に上げてた9万円のIKEAワゴンね、もう店頭に今日しっかりと仕上げて並んでます。あとこのミラも、これは予備券が切れてたやつをね、ちょっと長期在庫気味になってたんで、再点検してまた予備券の方、予備車検か、起こしてきました。外装の磨きもがっちりとね入れて、これただ外装がね傷みがねあってさ、後ろのバックパネルっていうのかな、バックドアか、バックドアがね、ちょっとあのクリアが剥げちゃってるんだよね。走行距離はいいんだけど42,000km、まあとりあえずこれに関してはもうこのまんまの状態にして置いてはいるんですけれども、板金塗装できればやった方がいいのがね、塗装ね、まあちょっとそこの痛みが出ちゃってます。ただ走行距離は20年式のミラーで走行距離は42,000km のミラーでね、年式が20年式で、物はいいですね。外装のバックパネル、バックドアだけかな悪いのが、あとはもうバッチリ、フェンダーが錆びてたからうちで交換したんですよ。ここのとこね、ここのフェンダー、左フェンダーが錆があったんで、だから空鑑定の方は出てはいるんですけども、空鑑定の方で、錆がもうね左前のところの、が ありましたね。まあ、一応こんな感じので、外装が3つ星評価の内装4つ星で、修復履歴も出てたね、サイドメンバーとかの損傷でね、まあ自己性の高いような修復じゃないです。まあバッチリ、もう一度再点検かけて、店頭に並んでます。それと今日はあとはね、あとはね、またまたうちのスタッフじゃなくてお友達の森くんがね遊びに来てて、仕事やらしてくださいってことで頑張って仕事やってます森くんな、森くんな、今日も遊び来てな、まだな、ただいるわけにいかないから、なんか仕事手伝いに来たんだなあ、なんだ、どうした、長くやってもらうためには少しでも協力できると ありがとうございます、ね、いい友達ですありがとうな、いつもな森くんがあの週末遊びに来るんですけどあの毎回何かしらのねお仕事ありませんかっつってさありがたいよねいつもこんな感じでさ、あのなんだ、検視のお手伝いをねやってくれたりするんですよルームクリニックねありがたいこのベロッサも今から、なんだ、内装の方ね森くんにやってもらった後、外装の仕上げは検視だね。
ヘッドライトがもうくすんじゃってるから、これガッツリと磨き入れてどこまで戻せるか。フロントバンパーが傷んでて、で、うちの方で交換をしたんですね、こちらのベロッサに。ただ全体的に、痛みが結構あって、あとここか、エクボとか擦り傷、走行距離がね15万キロオーバー確か持ってるんだよ。平成13年式のベロッサで、まあこんな感じの、ここだっけかな、14万4000キロだね、乗ってる。で、内装が、まあ、だいぶ傷んでるんでね、まあ、森くんが綺麗にやってくれてるんだけど悪いな、森くんの、ね、ありがとうなで、まあ、ナビ付き、こんな感じの、まあ、もうモデルが古いからね、ナビが付いてても道路状況はもうだいぶ変わってるか。平成13年式の14万4000キロの、ベロッサまあ、面白い車だよね。この間、あのパープルのベロッサが、あそこにあるね、あのケンイチにね、がっつり磨きまで入れてもらってね、仕上がってるんですけど、これは、これとはちょっとね、物が違う。これはね、もうこれ完璧これは15年式の6万6000キロか、このベロッサはもう完璧なんだけど、まあ、まあちょっとね、どうしてもまあちょっと傷痛みは若干のはあるけどさ、でももうフロントバンパーとかもこれも塗装かけて、綺麗に仕上げてあるんだよね。距離も少ないしね、このベロッサはもういい、すごくいい。これまあこれと比べちゃうとね、だいぶ痛みが出ちゃってるね、こっちは。ただ値段的には安く出せるかな、これだったら。リアバンパーね、板金塗装してもいいんだけど、高くなっちゃうからな、それやると。リアバンパーの板金塗装とここもね、結構かかるからな、これやると、まあ、とりあえずこのベロッサに関してはこのまんまでの販売予定かな。いくらになるかね、車代いくらになるだろうね。25万円くらい、そんなもんかな、いいとこ。乗り出しが40万ってとこだね。フロントのバンパーだけはちょっと仕上げたんだけど、リアまではちょっとやるとお金がかかりすぎちゃうなと思って、フロントバンパーだけは交換してあります。そんなもんだね。だから多分数字的にちょっとお金かかっちゃってっから、まあそんな感じのベロッサ。ケンイチがお客様と、ケンイチもね、一応喋れます動画上ではいつもね、無口には見えるんですけど、結構ね、結構喋れます何やって、あ、オイル交換か、オイル交換まあ、ね、いいね、頑張れ頑張れケンイチまあとりあえず、まあ、整備に関してはね、まあ、整備とかその磨きルークリーに関しては、ケンイチとね、シガちゃんの方に、うちの方ではもう、まあ、大体のね、大まかな作業指示の方はね、うちの私の方が出しますけども、もうそれ以上細々しいことはさ、もう自分たちの中で判断してもらってる方がやりやすいだろうしね、私もその方が助かるし大体もうお願いねって、もうね大体終わり、あとはまあそんなところで、この辺の車たちもね、今ルームグルーニングとね、改装の仕上げをやらなきゃいけないんですね。もう走行テストとかもう終わってはいたんでね、この辺のもあと出来上がり次第、動画の方撮っていこうかと思います。最近ね、まあ、軽自動車がメインの車屋なんですけれども、普通車なんかもちょこ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 、出入りの方はあります。何かね、ありましたらぜひぜひどうぞ、低価格車専門店ピースね、よろしくお願いいたします。バイバーイ。